ニコラテオドールド・ソシュールは、スイスの植物生理学者、ジュネーブで出生。父は、地質学者のオラス・ベネディクトド・ソシュール、姉に、作家で教育者のアルベルティーヌ・ヌネッケルド・ソシュールがいる。アントワーヌ・ラボアジエの定量的研究を用いて、植物体の構造などの研究をし、ジャンセネビエが、唱えた、植物は二酸化炭素を根を介して取り込まれるという、考えに疑問を持ち、 空豆を土ではなく石の上で育てて実験したところ、普通に成長したため植物は二酸化炭素を土ではなく空気から取り入れていることを証明した。そしてその枝を石灰と共に密封すると葉が散ってしまったため植物は二酸化炭素が必要なことも証明した。さらに取り入れられる二酸化炭素が水と結合して植物の重量が増したことと、 それを放出する量が等しいことを証明した。その研究結果は1804年に植物の科学的研究にまとめられ発表した。NT ソースは植物の学名で命名者を示す場合にニコラテオドールドソシュールを示すのに使われる。ありがとうございます。